すげえな、すげえな。僕が一平さんに挑戦してみようかな。ワンハリデーボックス、皆さんこんにちは、ジャックです。僕は最近というかここ数年くらいめちゃめちゃ憧れてる方がいらっしゃるんですね。その方がこちらです。もうずっと出たいと思ってたので、招待していただいて光栄だなと思ってます。 That's something I always wanted to do and I was really happy to get the invitation. はい、今日はですね、エンジェルスのスーパースター大谷翔平選手の専属通訳の方、Mr. Ipei Mizuhara さん、水原一平さん、まあもう有名な方ですよね。この方の英語やばくないですか？すごいと思うんですよね。まあもちろんね、翻訳を職業としている方なので、まあ相当なね、訓練をしてるなっていうのは、それはそうなんですけども、それにしても、翻訳のするスピードっていうのがめっちゃくそ速くないですかね。びっくりするんですけど、何がすごいって、超ナチュラルな英語で、バッとこう返すっていう。これがね、もう鳥肌もんですよ、僕にとっては。まあ、すっげえ、クソかっけえな、この人と思って。いやー、なんか超憧れますね、こういう人。はい。で、びっくりするのが、彼って日本人なんですね。完全に日本生まれの方で、で、まあ、幼い頃に、まあ、ちょっと見切ったんですけど、まあ、10歳ぐらいですかね、の頃に、まあ、ご家族の都合かなんかで、まあ、渡米をして、そこでもアメリカ育ちっていう方らしいので、まあ、日本人なんですよね。第二言語として英語を学んだ側の人。僕たちと一緒ですよね、要はね。いやー、それでこんなに日本語も英語もスーパー流暢にいけるっていうのは、もう、beautiful as hell っていうね。で、僕がもうすごいクールだなって思うのは、一平さんの翻訳する英語って、大谷選手の日本語の直訳ではないんですよね。一語一句を英語に直してるって感じではなくて、大谷選手の言ってる雰囲気全体を一瞬で掴み取って、で一瞬でアメリカ風に大谷選手のコメントを素早くこう意訳するっていうか、それがめちゃめちゃいいんですよ。 How do you think you're going to perform tonight? Are there any nerves at all? 緊張してますし、まあ、今もねこうやってテレビで見てる人たち試合より緊張するので、こういう方が苦手だなと思ってます。Yeah, definitely there's some nerves, but I'm more nervous about talking to you guys because I always see you guys on TV. なんかどうしても直訳って、例えば I'm fine っていう英語を直訳すると私は元気ですじゃないですか。でも実際に英語で、言い方によってはいろんな雰囲気になったりするんですよね。例えば、Well, I'm fine って感じで言うと、まあ大丈夫だけど。って感じになるし、 Yes, I'm fine って感じで言うと、はい、めちゃくちゃ元気ですっていう感じにやっぱちょっと変わるんですよね、雰囲気が。翻訳で一番大事なのは直訳ではなくて、おそらくその話し手の雰囲気を掴んで、それをうまく英語に変えて伝えるっていうところが、まあ、求められる職業かなと思うんですけど、それがもう、バチクソ、もうバチ当たりしてるっていうか、いやーめっちゃかっこいいですね。ここからは僕が一平さんに挑戦してみようかなと思って。で、まあ、大谷選手が放ったコメントを、で、一回止めて、僕だったらこう訳すかなって考えてみて、で、その後、一平さんのこう答えを聞くみたいな、そういうことをちょっとやってみたいと思うので、皆さんも英語を勉強している方見たら一緒に挑戦してみましょう。はい、では行きますよ。Let's get started. When did you start pitching and hitting? Was it Little League? Was it early on? What happened? もうずっとピッチャーと、最初ショートとかも持ってたんですけど、高校ぐらいから外野になってっていう。はい。最初は、まあ、いつから、まあ、二刀流やり始めたんですかってコメントに対しての大谷選手のコメントが、まあ、ずっと小学校くらいまでは、もう忘れちゃったな。ずっと小学校くらいまでは、ピッチャーをやってたんですけども、最初はショートとか守ってたんですけども、高校ぐらいから、外野を守るようになりました。っていう、ここですね。はい。これ僕だったら、I've been always a pitcher since I was a little, but I did also short sometimes, but after high school, I also played outfield. かな、そんな感じですかね。はい。もう一回ちょっと整理すると、I've been always a pitcher since I was a little, I did short a couple of times, but after high school, I also played outfield as well. こんな感じですかね。これが僕の答えです。皆さんどうでしたか？はい。で、ここからは一平さんの答えですね。
ever since I was little, I pitched and hit. I actually played shortstop growing up. And once I hit high school, that's when I started playing more outfield rather than shortstop. すげえな、すげえな、こん、いやもうめちゃめちゃやっぱ情報量が全然違いますね。僕なんかの翻訳と、はい、ちょっともう一回、もう一個ぐらいやりたいですね。まあ正直やったことがないのでわからないんですけど、このバランスの中でうまいバランスでこう回ってるので今いい感じでなってるのかなっていうのは正直なところかなとは思ってます。はい、まあ、二刀流じゃなくてピッチャーに絞るかバッターに絞るかだったら今よりいい結果出せますかっていう質問に対して大谷選手はなんかやったことないからわからないです、まあこのバランスで今でよくできているのでっていう感じ。僕の翻訳いくと、Well, I've never picked one, so I'm not exactly sure how it will be, but I really like the balance doing both hitting and pitching, and this balance is really working for me, so って感じですかね。はい、これに対しての一平さんの答えはこちらですね。Yeah, so he's never actually picked one. He's always been doing both, so he loves the balance in between both. So it's hard to tell you if he picked one would he excel in it or not. He just really likes the balance of doing both. はい、いやもう圧倒的すぎる。なんだこの人すごいな。いやすごいな。やっぱ情報量が僕の作った翻訳よりも3倍4倍ぐらいありますね。しかも僕なんて結構考えてて30秒ぐらい今考えたんですけど。もちろん仕事とはいえこんな風になれるんですかね、僕たちの脳みそは。なんかもうほんと一平さんの頭の中をすごい見てみたい。それぐらい、まあ見てなんかわかるかわかんないですが、もうそれぐらいもうなんか圧巻というか、いいな、羨ましいなっていう。パーフェクトにスイッチできる方っていうのはすげえなって、単純に思いました。はい、どうでしたでしょうか。皆さんも翻訳できましたかね。で、難しいですよこれは。まあ、時間があればね、ちょっとぐらいはこう近い翻訳ができるかもしれないですけども、この短時間の1秒2秒の世界でこれだけ正確にアメリカンに伝えられるっていう、彼の言語能力、英語能力、日本語能力、absolutely phenomenal。はい、ということで、このチャンネルもし面白かったなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。Alright, thanks for watching, and I'll see you guys in the next one.